こういう曲はドの音が2つあるの。そう、ドの音が2つあるってことは簡単に言うと転調してるんです。これ転調。どうもレジャー秋村です。もう12月と、もう本当に今年もあと一月で終わりますね。まあ年の瀬ですけどね。まあ僕は今のところまあ一応ね、昨日からまあ5連休ということで、今日が2日目、もうすぐ終わりますけど、明日3日目とまあ連休を過ごしておりますが、まあでね、まあちょっと話変わりますけど、ついこの間小さい秋見つけたの、フラメンコピアノアレンジというのをやらせていただきましたけども、まあそれを作った際にちょっと気づいたことが一個あって、ちょっと今流します。これは一応まあ小さい秋見つけたうちをもともとピアノサウンドに吹き込んだやつなんで、ちょっと聞いてください。まあ一応ね、一応このような形で、まあ小さい秋見つけたっていう曲に、まあ一応やらせていただきますけども、あのですね、この曲に関して言いたいことが、まあ、あるのは、小さい秋見つけた、キーが変わります。途中で。まあ、変調、転調と言いますけれども、キーが変わるんです、途中でこれ。何があった話ですかね。ちょっと、もう一回行きましょう。一応これね、最初の冒頭ですけど、これね、この曲は、まあ一応ここにある、Em なんですけど、皆さんは音楽の授業、まあ学校で習った際、もしくは習ってる際で、これは皆さんご存知ですけど、だと思うんですよ。あの学校で習うのはこの音階なんですね。まあ一応横文字ではスケールっていう、言うんですけど、これの、まあ3上げ、これは C メジャーなんですよ。この3上げで、っていうのがあるんですよ。これは E メジャーなんですね。でね、これメジャーとマイナーってあって、マイナーだと C、さっき C、これ C ですよね。C マイナーだと、っていう C マイナー。これは E マイナーなんですよ。E マイナー。さっき、っていう、これは C メジャーって言ったじゃないですか。C マイナーは、これが C マイナー。なんですよ。で、C マイナーっていうのは一応これコードにもあって、まず、E マイナーか、E マイナーあるんですけど、まず C メジャーっていうのは、
これが C、あ、C メジャー。なんですよ。C メ、マイナーっていうのは、これなんですよ。これね、あの、皆さんがよく言うミの音が半音下がるんです。これが C マイナー。これ、これ、C メジャーの C マイナーが、このほら、黒鍵に、もともとこれあったの黒鍵に行ってますよね。これは C マイナーなんですよ。で、今のやってるのは E マイナーなんですよ。E メジャーだと、E メジャーだ。E マイナーだと、これなんですよ。このね、三つ目の、真ん中のこれが、半音下がる。これがメジャーで、マイナーだと半音下がる。っていうやつで、これが E マイナーっていうコードなんですよ。ね、で、これは、この曲は E マイナーのスケールなんで、基本的には、ここをもう9割、8割、まあ、ぐらいかな、もう大多数ほとんどが、この気温、どうって言うんですか、これ。これも、実はこれもどうなんですか。これは気温なんで、これはどうなんですか。あの、さっきの C メジャーだと、これはどうなんですか。ちょっと待ってよ。C メジャーだと、これがどうなんですか。C マイナーもどうなんですか。で、今回はこれはどうなんですか？ E、E なんで。C から D、E って E なんで。G、D、E、F、G、A、B、C っていう。で、この8つで、まあ、8つ全音。この8つの全音が、まあ、と、まあその5つの、この5つの単語。全部で13音で音楽って、あの、まあ、1オクターブってこれは言うんですけど。オクターブで、このオクターブで言うと、このオクターブで言うと、全部の13音で半音を合わせて、全部13音でオクターブって言うんですよ。ね。このオクターブが、ちょっとずれただけで変調っていうね。これ変調っていうか、まあ、その、だから、キーが変わるっていうことが変調って言うんですけど、まあ、一回だからあれだな、その、おすすめするならわかりやすいので言うと、例えばゲットワイルドとか、TM ネットワークのゲットワイルドとか、まあでもほとんどの、なんだろうな、そういう打ち込み系とかで、今、いろいろあると思うんですよ。なんかその変調をやったらしまくる曲もあるし、そう。なんかあの、恋人サンタクロースとかも、恋人サンタクロース、本当サンタクロース、な、ねね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 ねの、ねねねねねっていう部分が変調してるとか、一箇所だけ、まあその、一小節だけ変調ってのもあったりするんですけど、まあ、それはもちろんね、ポップス、まあ、流行歌、流行り曲って流行歌って昔臭いけど、そういうね、まあ、J-POP、J-ROCK、まあ、だと、まあ、本当によくあるっていう、手法なんですけど、この曲、小さいを決めつけたに関しては、同様です、これ。同様なんですよ。で、童謡で、特に昭和の童謡なんですけど、それで、キーが変わるって、ないですよね、普通。ないと僕は思うんですよ。これも、さっきほら、これが気温って、どうってたんですよ。こっちにね、めったに来ないですよ、この曲実は。ちょっとこっちに注目します、こっちの注目。ね。ちょっとこっち見てほしいんですよ。一回ちょっと。ね、一回繋がします。これが、もう一回、これが気温ね。ちょっとこれ見てもらいます。ちょっと。ここ。
国語。ここも基本ですけどね。だから、そう、あのね、ほとんどね、ここに来ないですよ。例えば、カエルの歌って曲あるんですよ。一応これ、今はちょっと C マイナーですけど、C メジャーだと、カエルの歌だと、あと、今のメリーさんの羊なんだけど、メリーさんの羊でも最初はこれ始まる、ここで始まるけど、ちゃんとこっちに来る割合が、この曲に比べて結構多いわけですし、そう。チューリップも、これぐらい。これが普通なんですよ。これは普通の童謡なんですけど、実際の見つけに関しては、っていう感じで、ここにね、エンタに落ちてこない。だから、最初の 4小節でも、最初の4小節が、この3、3音しか使ってなくて、ちなみに、さっきあのメジャーの話じゃないですか。メジャー、C メジャーって。これもし C メジャーだと、って感じで、ちょっと、なんだろうな、軽やかになるんですけど、ここに重厚感を持たせたのが、このメロディー。なんかね、どっちかというとなんかあれみたいな、なんかその外国のなんかあの、イギリスとか、イギリスだな、イギリスの、なんかグリーンスリーブスとか、そういう、そっちの方に近いかなって思うんですよ。スカルボローフェアとか。そういうなんか本当に哀愁のある、そういう、日本人が作ったと思えないぐらいの、なんかこう、哀愁感があって、だそれをやりたかったのかなと僕は思うんですね。この作曲者の、中田義直さんですよ。中田義直さんですけど、その中田さんがやりたいのは、もしかしてそういうなんか、日本のだからよくあるね、それこそ、なんだみたいな、ふるさとみたいな、そういうなんかこう、優しい感じじゃなくて、本当にもう、誰かが死んだぐらいの、レクイエムぐらいの、っていう感じの、にしたかったのかなって思うんです。で、それはさておいて、でね。で、僕が、さっき変調って言いました。ね。さっきの、ところは、っていう、でもこれ本当はこれね、これだけさっき言った Em のコード。これだけで実は、E コードでいけるんですけど、僕あえて、ちょっと途中から変えたんですよ。までは Em で、ここから、こう変えてるんですよ。って変えてるんですよ、これ。これ C、B メジャー、B マイナーって言うんですけど、これね。
ちょっと待ってね。わかりやすく、こういう場合、これを引っ張り出すんだけど、この桂馬、この桂馬ちょっと見てください。ちょっと、これ、このた、た、まあ、縦長になっちゃうけど、これ、見づらいですけど、これ、ちっちゃい一回見てください。さっき見たけど、これは、途中まで、2回の、これ2回分までは、これやって、この次が、2個書いてて、4回目で、4節目で、この Bm では、だから、コードをこう変えてみたんだけど、まあ、これはよくある、まあ、遊び心のものなんですよね、これ本当に。で、さっきも言ったけど、ずっとこれね、一応これのずっと通るって言ってたから、本当に。以前僕ね、オリジナルソングで、ブルーアナコンダって曲をあげたんですけど、あれ全部 Em なんですね。だから、これでずっと、このコードで全部収めたんですよ。わざわざ。まあ、本当だったら、いろいろと、だからさっきみたいに、って感じで、ね、まあ、できるんだけど、やることできるし、まあ、そういうこと、これじゃなくて、ずっとこう、ちょっとこう、変えるとか、ね、E に変えるとか、で、これ全然できるんですよ。できるんだけど、ずっとこれなんですよ。まあ、それはまあ俺の意図なんだけど。だからそう、それこそ、食らい尽くせー、ブルアナコンダーって感じで。そう。身も蓋もないって感じで。だからこれでずっとやったんですけど。そう。でね、音楽って、そういうもんだ、実は。さっき Em ってやったから、Em のスケールだと、ずっと、Em でちょ全然通じん。そう。これほんと面白い。曲作ってね、これほんとに。そう。だから多分それ、他の曲でもね、それいけると思う。だから、これもね。全然いけるんですよ。本当にこれ。全然これいけるんですよ。やろうと思ったら。そんなことするわけないじゃん、普通。普通はそんなことしないから。そう。まあ、ただできるよっていう話では、まあ、それは片隅に置いといていただいて。さあ、こっから、ね。言いたいことの本番というか、まあ、本命というか、なんですけど。もう一回じゃあ流します。ここです。ここなんですよ。僕、ここで気づいたんですよ、これ。曲作ってて、まあ、僕、いくつか、童謡をね、アレンジしてるんですけど、この発見っていうか、気づきというか、俺は、ん？って最初思ったんです、こうやってて。だって、今、メロディーで言うと、これ気づく人いるかな？これ聞いてて、これ見て。音楽やってる人で気づく人もそんなにいないかなと思ったぐらいのことだと僕は思うんですけど、何がっていうと、最後のさ、そうです。これ？これって、実はこうね、僕、この2音だけなんですけど、で、だからこの、まあ、じゃ大雑把に言うとこういうことだ、本当に。で、これ、ずっとこれ G で。
G をずっと今押しました。大雑把に言うと、これが通っちゃったの。要は。そう、通っちゃうの、これ、本当に。ここ。そう。さっきさ、ねえ、E マイナーでもいけるよって言ってたよ。ねえ。だから、こうどうかな。ララ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 ラ。これ通っちゃったの。G で。これは、要は、この G の音。これね。もう一回見てください。これね。もう一回こう見てください。この G の音。だから、もう一回見ますよ。ここに注目。ね、ここね。っていう感じで、だから、そう。これが、通っちゃった。ね。っていう、だから、ここ、ほら、さっきの言い前のこと。違うだから、通っちゃったの。そう。あのね、つまり、こういう曲は、どの音が2つあるの。そう。どの音が2つあるってことは、簡単に言うと、転調してるんです、これ。転調。ね。これ気づいたときびっくりしたよ、これ。これ童謡だよ、昭和の。小さい秋見つけた天井説。これあり得るよ、マジで。皆さんこれね、マジでこれ学会クラスの発表だと思います、これ。俺マジでこれ。これすげえ、マジで。これ学会クラスだよ、ほんとマジで。これ聞いて、多分ね、俺は思うの。何言ってんだって言う人と、そうだねって言う人絶対出てくると思う、これマジでこれ。ね。いや、俺はほんと、そう思う、これマジで。だって、その後の、ね。ここちゃんとどうなの？ね。もう、めったにこのどの音が出ない。っていうナンバーなんだ、ほんとこれ。で、さっきも言ったけど、これどうだから、マジで。これマジどうだから、これ、ほんとに。俺はそう思うよ、ほんとに。ね、これ聞いて、反論があるならいくらでもね、言ってくれればいい、ほんと。俺はそう思うだから、説だから、ほんとに。これ俺の説だから。決定じゃないから。説だから、あくまで。いくらでも反論してくれたら、ほんと、こうやって。反論してほしい、マジで、これ。するんだったら。俺、これマジで討論したいもんね。いろんな人に、マジで、これ。ほんとだったら。マジで。そう。誰かさ、これ、証明してくんねえかな、マジで。これは、俺、これ投げかけるから、誰か答えてさ、真面目に考えてほしいよ、マジで、これ。変調する昭和の土曜があるっていう、この存在というか、そう。それはね、無視しちゃいけないと思う、これ、マジで。そう。マジでびっくりしたから、これ。はい。ということで、皆さん。一応、僕の言いたいことは以上です。なので、ちょっとマジでこれね、意見ください。本当に。合ってる、間違えてる、最低限欲しいわ。はい。ということで、以上、小さい秋見つけたの変調説でした。はい。以上で、レジャー木村でした。ありがとうございました。